この日田植えを行ったのは石垣市先枝で稲作を営む大浜栄太郎さんです。青空が広がる中、15センチほどに成長した一目惚れの苗を田植え機に積み込み、水を張った水田に植え付けていきました。大浜さんによりますと、年末年始の日照不足と先週までの寒波で苗の生育が遅れ、例年より1週間ほど遅い田植えとなったそうです。照りつける太陽の恵みを受けて美味しいお米ができるということを農家自身、私も信じていますので、一番早いお米ですので、ぜひ、召し上がってください。この日植えた苗は5月の中旬頃に収穫し、超早場米として出荷される予定です。